WWS チャンネルをご覧の皆さんこんにちは私たちはスターダストプロモーション100年に一組の逸材バッテンショウ受隊だよろしくお願いします,しいしますはい100万ドルの笑顔春のキーナですよろしくお願いしますはい黒帯のキラースマイル上田莉子ですよろしくお願いしますそして私たちのバッテンショウ受隊の紹介はい <laughs> あの 本当は六人いるんですけど、うん、みんな個性的で、うん、なんか。あのー、話がよく噛み合わないんですけど。<laughs> <laughs> なん、なんかね、えー、みんなキャラが濃すぎてね。はい。うん、あと、あの曲がすごいアイドル。ソングっていうよりは、うん、スカコアな曲調とかが多くて。めっちゃかっこいいとか多いよね。うん、なんかライブハウスでしたら、すごい音が、なんかかっこいいです。すごいです。<laughs> はい。えっと、まず、私たちの結成二周年の日に。 ファーースストアルバムが、うん、あのリリースされたんですけどすごくあの今までの曲今までリリースしてきた曲も入ってるし新しくこのアルバムに新しく入ってきた曲もあるしでもなんか全部全然違う感じで、うん、そうね「あの言葉テニス」っていう曲はすごくはんなりした感じなんですけど、うん、めちゃくちゃ耳に残る曲で、うん、でも「マストバイ」とかは「マストバイ」とかは。 オケも生バンドで演奏してもらってすっごいかっこいい曲だったり、行くぞって感じだよね、うん。<laughs> 本当にいろんな曲調が楽しめると思います。うん、なんかトートっていう曲はロカビリー調で、うん、なんか私たちも初めての曲調だったから、すごい歌うのとかはなんか難しかったけどめっちゃ楽しいんですよ。歌ってたらなんかルンルンなるよねよ、うんうん。そうそう。<laughs> お気に入りの曲ある？いいね、お気に入りの曲はあの乙女の手札っていう曲がお気に入りなんですけど、うん、あの最初弾いた時はなんだこの曲って思って、うん、なんか今までに全然 聞いたことがないような曲調だったんでびっくりしたんですけど、うん、でも聞くうちにこうどんどんハマってきて、すごい何度も何度も聴きたくなるような曲だと思います。私はビビビビ少女っていう曲があって、あのもうめっちゃ盛り上がるんですよライブでやったら。うん、しかもなんか最初の歌とか A メロとかも歌っていうよりはセリフっぽくてそれで可愛い感じになってるので、なんかライブ会場でぜひ聴いてもらいたいなと思います。 とりあえず自然がいっぱいある、うん、自然がいいっぱいで, <laughs> であの海が近くにあるのですごいお魚とかが美味しいです、うん、あとあの塩サイダーっていうのがあるんですけどうん、うん、あの、サイダーと塩ってなんか合うのかなってなるけどめっちゃ甘くてしかも飲んだ後にすっきりしてすごい美味しいです。はい、あのであの大島限定で私たちがラベルを書いたんですよこの塩サイダーの。すごいかわいい、ねうん、仕上がりになってるからちょっと見てみて。 もらいたいなって思います。あとなんか、宗像大社は、すごいパワースポットって言われてて、私もよく初詣とかで行ったりするから。なんかぜひ、こう宗像に行ったら、行ってほしいなって思います。沖ノ島もね。うんうん、そう、あの今、世界遺産に登録しようと、頑張ってて。うん、もうね、関連遺産群も含めて<う>、登録されたら、いいなと思います。ちょっと、ぜひ行ってみて、欲しいです。うん、<laughs> お土産は、あの、若めんべっていうのがあるんですよ。うん めんべい、あの福岡のお土産のめんべいにわかめが入ってて、すごく美味しいので、<う>食べてみてください。<笑><笑>あの、私はそのロック祭りに出るまでに、出るまで、そんなになんかロックを聞いたことがあるとかいうのはなくて。うん、でも、あの、本当に出た時、あの<や>ステージ見させてもらったんですけど、うん、なんていうの、音の迫力とかがやばくて、あと会場の一体感、うん。すごいかっこよくって、本当。うん なんかその生で演奏してるっていうのもなんかすごい、うん、心にずーっと <laughs> 来て<る> <laughs> <laughs> あとね歴史、うん、さんのステージも本当に面白かった <laughs> <laughs> ずっと笑ってたよねちなみに <laughs> そうちらね好きなロックバンドは私ねもう本当に最近「9すねこかみさん」ずーっと聴いてます なんだろうなんかすごいのあの、うん、フレーズが残りませんなんかわかる残る残るわ <laughs> <う>かるよだからもうずっと聞いてます今日もなんかずっと聞いてました昨日は私はキートークさんずっと聞いてます、うん、あのその時にパラダイスもらったんですけど、うん、もうずっとずっと繰り返し聞いて <laughs> <laughs> もう大好きですねあのなんかオン 音楽のアプリのプレイリストみたいなとこにさ「ビクター」っていうのができてあありりままますすロックに出ててた方ととかの曲がめ私たちがさっきもお話にあったんですけど「宗像フェス」にオープニングアクトさせていただくんですけど本当にもう宗像フェスもめっちゃ大きいですごい方がたくさん出られるフェスでそんなところでねオープニングアクト。 もうすごいワクワククしてますそうすごいなんか緊張するけどなんか楽しもうって思います <うん S 1> <laughs> 私たちはライブハウスツアー今まであの4か所透明反復の4か所でしかやったことなくて、うん、それが一気に10か所も減って14か所で <laughs> あのしてすごい北海道から鹿児島まで,で九州は全県回るしなんかあのやったことない場所でライブハウスツアーねやるので。あの ライブハウスってやっぱ音楽とかもすごい伝えやすいからその北海道の方にも鹿児島の方にももう,全もう行ったところ全部の,その会場でなんかいっぱい音楽とかすごい楽しんだよっていうのを伝えれたらなって思います、うん、なんか本当私たちの曲かっこいい曲っていうかあとすごいバックの桶がかっこよかったりするので、うん、そういうの楽しめるのは本当ライブハウスならではだと思います。うん 思うのでぜひ皆さん来てくださいあと振り付けとかも一緒にしやすいのが多いのでんか本当にあの空間でみんなで一緒に踊るのは本当にもう楽しんで皆さんチェックしてみてください、うん、お願いしますと私は、うん、あのバックバンド実際にライブであのバンドさんに生演奏をしてもらってライブをしたいです。絶対かっこいいよね。 <laughs> あのね他のアーティストさんとかがそういうのやってるの見るともうほんとかっこいいし自分たちの曲もそういうのが合うんじゃないかなと思うので、うん、ぜひやってみたいなと思いますもうちょっと私たちもさその何ていうのもう後ろの、うん、もうサウンドに負けない <laughs> ように頑張らないでくれ絶対やってみたいねそれは本当に行、うん、こは 私はあのグループとしてなんか選手的に、うん、っていうかもう本当に大きい目標としてはヤフオクドームでライブをしたいのでなんかそこにこう向けてなんか全国から集それをすごい今回のライブハウスツアーもそうだしいろんな県の方に私たちの存在を知ってもらって音楽とかも知ってもらって是非ヤフオクドームでライブしたいなと思います。 はい、えっと、私たちは今日初めて見たという方もたくさんいらっしゃると思うんですがあの本当に私たち振り付けにヘッドバンキングが入ってたりとかスカダンスが入ってたりとかなんかアイドルなのかな、うん、ってねなっちゃうところもあると思うんですけど <laughs> 本当にあの一体感がすごいあのライブとかでもあの本当に楽しいよね。うん、なんか振振りり付付けけととかかかもし一緒にしやすいいが多いから あのめっちゃ楽しいと思うのでぜひ一度見に来てほしいなと思いますそれでは WWS チャンネルをご覧の皆さん愛してまーす以上私たちスターダストプロモーション100年に1組の逸材バイバーイ